最近、何に影響されたのか、幼馴染が朝俺を起こしに来るようになった。遅刻ギリギリで焦るよりかは、起こしてもらった方がいいんだけど、急にそんなことをされると、こっちとしても色々と勘ぐってしまう。千秋くん、朝だよ。起きないと遅刻しちゃうよ。あと5。あと5分も待てないよ。千秋くんはそう言って、いつも5分経っても起きないんだから。じゃあ、50分。いやいや、さすがにそんなに待ってたら、私も遅刻しちゃうんだけど。ほら、大きいでー。冷戦はそう言いながら、俺の体を揺り動かす。やめてー。頭グワングワンするから。じゃあ、起きる？起きない。わかった、わかったから。起きるから揺らさないでって。最初っからそう言ってればいいんだよ。そう言ってる冷戦を横目に、俺はベッドに腰掛けるように体を起こす。どうかした？いや、俺もさすがに、幼馴染に見られながら着替える趣味ないから。あ、そうだよね。うん、私は下で待ってるから。赤面した冷戦はそそくさと俺の部屋から出て行った。起こすなら窓閉めてから起こしてくんないかな。本当に、何の影響を受けたんだ。そんな独り言を言い、俺は制服に着替えるのであった。さあ、眠。おはよう。昨日夜更かしでもしたの？いや、ちゃんといつも通りの時間に寝た。ふん。まあ、朝ごはんできたから一緒に食べよ。うん。そんなこんなあり。学校のお昼休み。いつも通り俺が一人で冷戦に作ってもらった弁当を食べようとしていると。ああ、いたいた。千秋くん、お昼一緒に食べよう。弁当作ってもらったからいいけど、最近冷戦どうしたんだ？どうしたって。何がって、最近朝起こしに来るようになったり、朝もそうだけど、こうやってお昼も一緒に食べるようになったり。え？そうだっけ？白を切るにしても下手すぎるだろ。まあ、言いたかないことなら、無理にも聞かないけどさ。まあ、別に言えないことじゃないけど。言っても引いたりしない？うん。てか、引かれるようなことなの？いやまあ。その可能性が少しあるから。まあ、今さら引いたり引かれたりするような間柄でもないんだし。とりあえず言ってみたら？友達に。幼馴染は恋愛漫画だと一番の負けフラグって言われた。そっか。その友達の言わんとしてることはわかるよ。わかるんだけど。冷戦別に俺のこと好きじゃないだろ。異性として。異性としては。よくわかんないけど、友達としては好きだし、大事な幼馴染だと思ってるよ。なら別に気にしなくても。いや、助かってはいるよ。朝起こしてくれたり、お弁当作ってくれたり。まあ、そうなんだけど。そうじゃないんだよ。千秋くんだって嫌じゃない？幼馴染がいるのに幼馴染って存在自体がどうあがいても負けフラグだって言われるの。確かに多少向かってするかもだけど。でしょう？いや、でしょう言われましても、それ以上に共感も何もできないんすけど。第一、だからってなんで朝起こしに来たりなんだ？だってそうした方が幼馴染っぽくない？何そのアバウトな理由。まあ、よかったよ。冷戦が変なもの食べて変になったんじゃなくて。千秋くんは一体私のことなんだと。冷戦。そうだけど、そういうことを聞いてるんじゃ。そういう千秋くんこそ、私のこと異性として一回も見たことないの。なくはないって感じかな？え？本当に？というか、そういうの普通に言っちゃうんだ。隠してもしゃあないし、俺は隠しててもすぐにバレるし。てか、異性として見たことないと、着替え見られるの嫌がりはしないだろ。確かに。ということは千秋くんは私のこと好きってこと？好き。ってのとはちょっと違うんじゃない。やっぱり幼馴染の存在自体負けフラグだったんだ。どう。早まるなって、別に嫌いって言ってないんだし。それに、これからって可能性もあるだろ。てかなんでこんな説得の仕方してるんだ？俺は、その後も俺は冷戦をなぜか説得していた。放課後、俺は校門前で冷戦を待っていた。あの、長月くん。誰かに名前を呼ばれたので振り向くと、そこにはクラスの女子が立っていた。コンパクさん。はい。名前覚えてくれてたんですね。まあ、よかった会ってて。クラスメイトの名前なんてほとんど覚えてないけど。それで、俺になんか用？用はないんですけど、帰らないのかなーって、誰か待ってる感じですか？そんな感じ。コンパクさんは？今日は部活がないので帰ろうと思ってて、長月くんを見つけた感じです。そうなんだ。話が続かん。え？なんで話しかけてきたの？
今まで話したこともなければ、全く接点もなかったのに。長月くんって彼女とかいるんですか？え？いきなりだな。まあ、彼女はいないかな。好きな人もいないけど。それならよかったです。変な質問をしてすみません。それじゃあ。うん。よかった？いやいやいや、そんなわけ。ないよな。ふーん、千秋くんはああいう子がタイプなんだ。びっくりした。てかそういうんじゃないって、下の名前すら覚えてないクラスメイト。ふーんってなんだよふーんって。別にいい。所詮私は幼馴染ですようだ。そういった冷戦をなだめながら俺たちは家に帰るのであった。